はい、お帰りお疲れ、こんばんは、まちこでございます。さあ今回ですね、二重スカウトエピソード7のですね、100倍楽しむ、はい、今日もまち盛りお送りしたいと思います。まあ今回ねちょっとね、最初に言うときます、あんまり100倍までいけないかもしれないですね、ちょっともうコンパクトにキュッとしましたんで、まあ今日はもうまち盛りだけということになりますけれども、まあでもね、いよいよやっぱりね作り始めて皆さんね、割と何やろね、こう寡黙というかわちゃわちゃした感じじゃなくて、結構集中してねやってる、そういう二重の姿がね今回印象的だったなと思うんですよね。まあそんな中やっぱまた新たなね二重のメンバーの魅力が見れたなという回やったと思います。まあ、それを踏まえてですね、今回まち盛りちょっと作ってみましたんで、それをね、はい、見ていきたいと思います。さあ皆さんの今回の MVP は誰だったでしょうかね。私も MVP を最後に出てきますので、その辺もねいろいろ予想しながら見ていただけたらと思います。で、参りましょうか。いきます。さあそれでは二重スカウトエピソード7まち盛りのスタートです。 VTR スタート。そうです、まずはリオちゃんからです。かわいい笑顔、豪快な笑いで、今回だからねすごいこうまた女性らしさがまたねいっぱいのリオちゃんでございました。かわいい、あもう素敵、本当にリオちゃん、あなたやっぱり癒し系マジマリ。さあそしてリマちゃんこちらも豪快な笑いのリマちゃんでございますね。まあ、前回大活躍したからねリマちゃんはね。さあもうさあメンバーがね言ってくれるのかどうなのか、あのキーワード言ってくれるのかと心配のところでさ言ってくれました。さあこの嬉しそうな笑顔です、まち盛り。さあそしてもう来ました、まゆかです。もうどこを切っても金太郎みたいに可愛いな、まゆかは本当に、見事にミッションねクリアいたしましたまゆかでございますが、本当にあなたのクシャとしたこの三日月の笑顔が大好き、まち盛り。どうぞ。さあそしておめでとうニナちゃんです。どん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 可愛くそして綺麗になっていくニナちゃんですけれども、今回もですね急にミッションドストレートなミッションクリアでございましたけれども、はい、16歳になったニナちゃん、まだまだこれからも頑張ってね、おめでとう、まち盛り。さあそしてこれリクでございます。今回妙におとなしかった、でもその意外な今までとは違うギャップのあるリクちゃんがめちゃめちゃ可愛かった、すごい本当に、こんな顔すんのってドキッとさせられました。本当にリクちゃんあなたにまち盛りです。さあ来ました、今度は、マヤちゃんですね。本当にあなたの美しさも安定の美しさ、今回は大きくこうボケることもなかったですけれども、やっぱりもう美しいだけ、もう黙っててもいいんです、マヤちゃんにまち盛り。うわもう出ちゃいましたねみーちゃん、けっかくつけてんじゃねえよね、もうてっきり MVP かと私も思っておりましたけどもね、かわいい、もうこのはしゃいでるミーヒがかわいかったです、ミーヒにまち盛り。あー出ました、ここで彩香が登場ということは、もうあの方が MVP なんですが、もうこのね恋人同士のおしゃべりのようなこの感覚ね、だってなんだもん機会がもうたまらないです、このあもうあーうーまち盛り、あやか。さあということで今回の MVP はまこちゃんということですが、まあねもうこのシーズンでこうもう2回目じゃないですかね、ここまた恋人モード、私のことどう思っとる、もうちょっと愛情表現してほしい、なんで言ってくれんの、わあもうこんな言われたらもうどうよ、たまらないでしょう男性陣、うわもうこの仕草
いやもう本当に今回はもうやられました、まこちゃんの魅力に交わり。そうです、あなたが優勝です。はい、ということでございまして、今回のまち盛りいかがだったでしょうか。 MVP はまたまたまこちゃんとさせていただきました。もう本当に、ここまでで全7回でしょ。私の予想としては全部で10回あるんじゃないかと言ってたわけです。あと8、9、10と3本なんですけれども、このあと8エピソード8どうなるんでしょうね。まあ、もっぱまやらないでしょうっていう、ね、予想やったんですけれども、ここへ来てニナちゃんのハッピーバースデーをちょっとやる気配が出てきましたよね。それプラス、いよいよ肝試し、はい、ですよね。それでもう終了ですやん、言うたら最終日やるかな、2泊3日やけど、最終日、まあ、一応あの制服着てなんか言ってるはずなんですけどね、バッジもついて、なんか最終日もあるかもしれない、最終日の朝のモッパンとかね、があるかもしれない。8誕生日、行くかな、8で肝試しまで行くかな、肝試しの入り口ぐらいまで行くかね、ちょっとちょいちょいと行くわね、で9はもうがっつり肝試し、でエピソード10最終回で、もしかしたら肝試しのちょっとこぼれた分やる、それで一夜明けて朝最終日言うて朝のモッパンして終了みたいな感じかな、このあと3本という風に考えるならば、そのように思って、ああそう考えたら寂しいね、あともう3回で終わんのかということで、もう7月に入ったらもうなくなるということですか、じゃあね、7月半ばでか終わるっていうことか、寂しいね。まあでも、7月からまたねコカ・コーラの CM が始まったり、いろいろまあまあね動きはありますから、楽しみにはしていきたいと思いますけどね、まあ、できることならば、エピソード10と言わずね、また11、12と、キリのいいとこで12ぐらいにしといてほしいね、どうキリがいいか分からへんけど、ということでございまして、今回エピソード7の100倍楽しむまち盛りお送りいたしました。それではまたね、皆さんにお会いしたいと思いますが、チャンネル登録まだの方はどうぞ、していってください。高評価なんかもねドドドンと押していただいて、それから皆さんの、私は今回あの MVP はまこちゃんじゃなくてこの人だった、やっぱミーヒでしょとかね、いろんな意見があると思います。それまたよかったらコメント欄の方にとかね書いといていただいて、また私もね読んで、あそうかそういう見方があるのかなとかいうふうに思ったりもして、まあ、次の動画にね生かしていけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。おかえりお疲れこんばんは、まちこがお送りしました。ごきげんよう、さよなら。